マルシャ MR01 は、マルシャ F1 チームが2012年の F1、世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカー。チーム名をマルシャバージンレーシングからマルシャ F1 チームに変更したのに伴い、写真名はバージンからマルシャ、形式名は MVR から MR に改められた。技術部門は、ニックアースとの提携を打ち切り、パットシモンズを技術顧問とする。 集団体制に移行した。CFD 計算のみで設計する手法を修正し、マクラーレンの研究施設を借りる契約を結んでいる。MR01 は国際自動車連盟が義務化しているクラッシュテストを何回か受けたが、全項目をクリアすることができず、開幕前の合同テストで走行することができなかった。3月5日にシルバーストンサーキットでフィルム撮影枠を利用して、 MR01 のシェイクダウンを行い、翌3月6日に、ようやく、クラッシュテストに合格したことが発表された。チームは、対比用効果の判断から、カーズを搭載しないことを決めた。ケータハムは2012年によりカーズを搭載、HRT もカーズを搭載することが可能となっており、カーズを搭載する予定がないのは、マルシャだけになった。また、 2012年用のマシンの中で、段差付きのノーズを採用していないのは、MR01 とマクラーレン MP4 から27のみである。ありがとうございます。